えー、こんにちは、速化軸の久保です、えー、今回は、即果塾の FX オリガルフィの中から抜粋してですね、一般公開動画でちょっと紹介したいトレードで勝てない人の3つの法則をね、お届けしたいと思います。まあ、これはですね、やっぱり前々から持っていて何回も発信したんですけども、FX オリガルフィをやっていても、 ここが原因で自分が勝てないことが分かりますっていうふうなところと客観的に私が見てねこの3つの法則にやっぱこうね合致してるから勝てないですよっていうアドバイスが本当にその通りに当てはまった人が修正できてね勝てるようになってきたそして負けなくなってきたこのポイント3つに集約してお届けしたいと思うんですけどもまず1つ目なんですけどもねやっぱ根拠のないトレードをしてるんじゃないかなっていうところなんですよえここで買いましたここで売りましたっていうのはあるんですけどもそれなんでですかって言った時に明確にね こういう理由だから、このテクニカルが働いてるからとかって言えないんですよね。で、そうなると、なんとなくっていうことなんですよ。あの、トレードになんとなくってのは、うん、いらないですね。なんとなくならトレードしないことです。あの、根拠があって、ちゃんとね、あの、自己説明ができるとか、後解説ですよね。それから、トレードするにしても、将来的にこういうふうな形になりそうだから、そのなりそうだからの根拠は何にしたら、テクニカルのこれが働いてるからとかね、力点がこういうふうに作用してるからとか、まあ、あとは、あれですよねあの、レンジオプションになってるからとかね。 トレンドが発生してるからとかこういった形がねあの言えればいいんですよでもそうじゃなくて、えー、どうしてここでそういう風に思ったんですかどういう風にそういう風な決断に至ったんですかって時に答えられないのはこれは絶対ダメですよねあの答えた結果その仮説がね外れてるのはこれはいいんですよ仮説の精度を上げていけばいい話なんででもその仮説も成り立っていないのにトレードするのは全くの無駄トレードなんでそういうのをまず排除することだと思いますこれが一つ目ですね二つ目はね損切りが下手なんですよやっぱ損切りはね 付きまとうんです、FX には、ね。損切りを上手にやることと、損切りしちゃダメな場面ではしないこと、このバランスが非常に大事なんですけども、先ほど申し上げたようにね、ちゃんと根拠のあるトレードで、あの後解説にしても、これからの相場あ目論みにしてもね、やっぱ根拠をきちんと統計立てていくことによって、ロスカットの根拠も生じるはずなんですよ。ここまでいったらロスカットねっていうのは、自分の仮説が成り立っていなかったら、ここで。 損を確定して次にトライしようっていう風なあなプラス面でのこう損切りなんですよね別にロスカット強制ロスカットを食らうわけではないですから強制ロスカットなんてのは結局は怠惰の行き着く先ですからねロスカットラインを設けていってここまで負けたらやめようっていう風な引き際をかあのそこで設定することなんですよ あの大学受験にしても何の受験にしても何回までなら受験しようってあるじゃないですかそれこそ1年に1回しか受験も、ね、許されてないしあのやっぱこう時間的なチャンスもありますんでねそれからお金の問題もあるんでだから何回も何回も大学受験できるわけではなくてうちは二浪までが限界ねみたいになったら二浪で損切りなんですよ。 そこまで一生懸命勉強してあと一歩なのになっていうところでもやっぱり損切りしなくてはいけないんですよね人生ではそうやって損切りをする場面って結構あるはずなのに覚えてないでしょやっぱり付き合ってるね彼女がいてもどっかで損切りしないといけないんですよ今まで本当にね、えー、のいい得意もあったし出会いもときめいたんだけどももうこれからのことが考えられないなと思ったら心を鬼にして損切りすることによってお互いに次のステップに進まないと最終的に恋愛で勝利することはね勝利っていう言葉は適当じゃないと思いますけど勝利することはできないんですよ同じようにトレードもね トレードもどっかで今回のエントリーを諦めて次のエントリーに前向きに向かっていくために進化するための損切りっていうのは必要なわけですよ。 だから、損切りポイントを動かしちゃったりとか、損切りがうまくできなくって、そこを解消しちゃったりする。で、それを誤まかしちゃったりするねあ。相場がちょっと自分の読みとはずれていたからとかじゃなくて、自分が相場とはずれた読みをしているっていうふうに、たどり着くからこそ損切りが気持ちよくできるわけですよ。そして、損切りをしちゃった根拠もちゃんと反数できるわけじゃないですか。そうなると次に損切りポイントはちょっと上手になってくるわけなんですよね。これが二つ目、損切りが下手ってことです。三つ目はね、ポジポジ病ってやつですよね。よく聞くでしょ。 あの上級者でポジポジ病の人はいません。<laughs> 勝てない人とか初心者にポジポジ病っていうのがね、あるんですよ。ポジションってたくさん持てばいいと思っちゃ大間違いで、そんなにないですから。ね、だってあの、上下の幅が少ない時にどこでポジション持つんですかって話じゃないですか。そんな時にもポジションを持っちゃって、なんでみたいな感じですよね。<laughs> それこそねあの、飛び込んだら、 冷たくて心臓麻痺を起こしそうな水に用意どんで飛び込むようなもんでそんなことねいくらたきつけられても私は飛び込みませんねエントリーしませんねこんなところであの何の利益も入れるわけないし何の学びもないですよ。 この上下のの幅が動いいいてない時はいかなはかレンジオプションだって上下の、ね、ピップスの幅ボラティリティが20ピップスとか30ピップスだったらレンジオプションは引けないわけですよエントリーすらできないわけですよそれこそどんどん収束していってブレイク直前だと思えばそこにエントリーはありえますよなんとかトライアングルとか書いたりとかするときっていうのはありますよでもほとんどの場合っていうのは横ばいになっちゃってその横ばいの上下の幅ボラティリティが小さいところで利益取ろうとしてエントリーするからあの手数料含み損がずっと続くわけでしょ 含み損の一番 短いいいととこころろででで一番損損ののなな結局は意味のない損切りをしちゃうわけですよだからポジションをやっぱりたくさん取るっていうのは追撃の時だけですよ一画面にポジションを3つも4つも5つも6つも取る時っていうのは一方的なトレンドがもうどんどん進んでいってねで追撃をする時だけですよで追撃するロットっていうのも前回の追撃よりも減らしてどんどん減らしていって追撃するべきだっていうふうに申し上げたのは初心者向けですよ上級者になってきてリスクが取れるようになってきたりとか資金量がそこそこ増えるようになってきたら最初は一ロットなのに追撃の時に二ロットとかねさらに追撃で三ロットみたいな さらにさらにもう倍プッシュしていける,いけるわけなんですだから利益が急速に比較急速に上がっていくんですよね、まあ、そういった見極めができてシェンシーリングもール方ならポジションをたくさん取ってもいいんですけど普段はポジションを取るところはほとんどないですよ1週間ポジションを取らないとかもう今年は最大で2週間半ポジションを取りませんでしたってこと私動画などでも放送してますよねそういった形になるんですよだからポジションを取りすぎてるっていうことをあ,のあんまり勝てない人は意識した方がいいです、ね、最初はだからねポジションを取るところが本当にどこにポジションを取ればいいんですかみたいな いいつままででっっててもポジションが取れませんんうところかかららスタートなんですよだから初心者のうちはどこにポジション取ればいいのか分かんないんでポジションがないのが普通なんですよ。でだんだん見極められるようになってきたからあダブルトップが出たからこれでセールを入れようってなるわけじゃないですか。でダブルトップはめったに出ないわけでしょ。 だからポポジションン取るるイントっってのはすすごくくちちゃなるわけですよで。そのうちいろいろと扱えるようになってきたら時間軸によってポジションが入れれるところとねフォーメーションが見極められなかったものがここで坂田方のポジションがここで取れるようになってあのサンバガラスが出たなとか言ってポジションが取るわけじゃないですかあとヒゲとかですねヒゲが見極められるようになってきたらさらにポジションを取るところが増えるわけですよ。 だそういう風にして自分のテクニカルの実力とともにポジションを取るポイントが見えてくるだけであってね最初勝てないうちっていうのはまあ覚えられてないうちとかテクニカルが全然頭に入ってるうちっていうのはどのチャートを見てもどこにポジション取ればいいんですかって話なんですよねだからそういう時にここでポジションを取るとしたら久保さんはどこですかっていう時にはこの根拠によってここで取りますっていうこと私はピンポイントをお伝えできるんでそれを素直に実践した方が勝てるってことなんですよだから FX オリガルヒで Q&A を繰り返した人から実力をつけてきますあちなみにね オリガルヒが始まった時は最年長が371歳だったんですけども現在74歳が最年長になっております、えー、いくつになっても FX はできるわけですようん、あのー、諦める必要は全くないです。むしろね50代を過ぎて副収入を圧倒的な力で得ようと思ったら FX1 点これが私はね回答になると思います、えー、本当にねテクニカルを覚えるだけですからねそれ以外難しいことない商品開発いらない集客いらないわけですよアフターフロールもいらないし集金もいらないわけですよ すごくいいと思いますよ。で、ほとんどの人が負けるんですよ。やらないから、サボるから、<laughs> 思い込むから。で、今回は、根拠のないトレードをする人がワンサといる、損切りが下手な人がワンサといる、ポジションを取りすぎる人がワンサといる、そんな FX の市場なんで、この3つを攻略できたら、まあ、負けはなくなって、どんどんお金が増えていくって話になります。で、まとめるとね、感情トレードが良くないんですよ。感情っつっても、この銭感情の方だったらいいんですけども、感情のトレードですよね、こっちの。 もう熱くなっちゃって、もうルールもヘッタクレもあったもんじゃないと。ポジション、とりあえずいっぱい突っ込んいけみたいにな,なっちゃうと勝てないです。これがね、激しく感情が左右されているようだったら自分でも分かるんですけども、ちょっとした感情には自分の変化が気づきにくいんですよ。ちゃんとやってるはずなんだみたいなね、ことになってくるんですよ。でもそれがちゃんとやってないんですよ。もう感情が入り始めてるんで、勝てないでしょってことなんですよ。うん、だからね、テクニカルはね、マシンのようにならないけないですよ。 法則に従って自分はその法則によってコントロールされているあいつ人形ですみたいな感じで感情をほったらかした方がいいです。ですので私はね、あのトレードスタイルとしてこっちの方でね、映画を見て映画の方に感情をどん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 ね、持ってかしてですね、トレードの方は逆にすごくシンプルに、ね、冷静に見てますね。テクニカルに忠実になってきます。で、さらにね、自分なりのやり方とかオリジナルの誰かが編み出した手法、こういうのは全く当てにしない方がいいです。どこかでは自分と噛み合う時が来るのかもしれませんけども、とりあえずね、 テクニカルという老若男女誰でも通用する万人万国共通の理念概念をちゃんと使えるようになってそこで価値が安定してきたら自分なりの手法とかね誰かのオリジナルのなんかノウハウとかを購入してもいいんじゃないかなと思いますけどもね、うん、であとロットですよね金額投入金額も自分の感情が左右されないような金額にしなければダメだってことになります、うん、やっぱ感情が左右されるのはねやっぱり10万とか100万なくなったらさすがに感情左右されるでしょ じゃあ10円とか50円だったらどうですかとで持ってたらどんどん鍛錬していくと100円1000円1万円に感情が左右されないようになっていくんですよだから精神力も期待できましょうって話をさせてもらってますはいそして、えー、と直近の、えー、材料ですけども10月28日金曜日の日銀、えー、金融政策決定会合があります、えー、そして10月28日同じ日ですけども9月分の米 PCE 物価指数が出ますですので10月28日金曜日は荒れますよ そして10 11月2日ですけども、水曜日、FOMC があります。これはね、日本時間の11月3日の未明になりますね。うーん、というと木曜日の朝ぐらいですかね。そこで揺れるということになります。ですから11月3日の1日を通してのトレードっていうのは、その FOMC を受けての大きな、ね、修正が入ると思いますので、多分ね、どちらかというとあの、狙いやすいんじゃないかなと思いますね。 で11月4日、11月4日何があるかと言いますと、米国雇用統計があります、11月最初の金曜日の9月分の米国雇用統計ですね、これも大きな材料になりますので、一方向にガツンと動いて、その後戻りがあるか、それに触発されて、もっとそれが、ね、自己強化されていくかというところになりますので、ご用心ください。それでではは今回以上です。